開いて、そうすると相手が反応して、ちょっと足を意識するんで、そこで、肘を使いましょう。肘で、こう開くと、当たってるけど、あんまり隙間ができると、ここでコントロールしやすい。相手にしっかり掴まれている状態で下には落とせないので、一旦開いて、その時に足は残しとかないで、前に出て、後ろ重心の中で、相手に来てもらっている。開き、重心移動からの、もし開いて落ちないときは